はい。台はピュアラブです。先ほど、東京都の中央区が公式ツイッターで児童が不審な男に声をかけられたと注意喚起をしていました。 不審者に注意。昨日午後3時30分ごろ、日本橋堀止町2丁目8番の路上で、児童が男に声をかけられました。マスクを外せ。 マスクは体に悪いんだよ。お母さんの教育が悪いんだね。という内容でした。これは全く不審者ではないですよね、これ。普通にこれいいおじさんじゃないですか。えー、マスクがね、 体に悪いから、外した方がいいよっていうね、ことを教えてくれたわけですよ、これ。うん。まあ、特にね、この日本橋とか、まあ、こういったところはね、えー、地域のつながりが強いエリアなんで、ま、あこういったね、おじさんが教えてくれるわけですよ。うん。 えー、なのでね、これを不審者扱いしてね、公式ツイッターで流す中央区はおかしいですよね、これ。うん。現にね、あの大阪の高槻市とか、えー、昨日も兵庫県でありましたよね。えー、マスクをつけて、体育をさせられたらね、とんでもないことになったとか、 うん、まあそういう例がもう学校の至るところに出てきてるわけですよ。うん。だからこうやってね、この日本橋のおじさんが、えー、子供たちにね、もうこれはもう親切心でマスクを外した方がいいよと、体に悪いんだよってこう教えてあげてるわけですよ、これ。うん。 これをね、不審者扱いするっていうのは、本当にこれはおかしいですね。うん、だこのおじさんがね、本当かわいそうだし、うん、ちょっとありえないですね、これ。ご視聴いただき、ありがとうございました。